まあ、ちょっと今回 の、 裁判の話は非常に、まあ、法律的な話が多くて、まあ、事実のところで、まあ、特に争いがない以上、まあ、どっちかというとその弁護人 の、 相談を受けながら、まあ、裁判を、まあ、これからやります。で、まあ、その裁判の時にもちょっと述べた通り、そのマントガックス の、 まあ、責任者として、その、まあ、ビットコインを、まあ、盗まれたことが、まあ、非常に、やっぱり何か取り戻さないといけないと思って、まあ、今でもこれからも全力で、まあ、調査して、で、まあ、調査組織などと協力して検査、その調査を続けます。